本日は何日か6月何日だっけ16 6月16日花の金曜日、時計の針が午後15時を回っておりますので、早速お帰国スタイル始めていきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。でね、今日ね、なんと他のゲストだね、ゲストを呼んでおりますので、後々そこも紹介していこうかなと思っております。じゃあ、というわけで本日のお相手は豊和雄心と上里優也と、あ、ゲスト後で紹介する。そうだね、ゲスト紹介とかでしょうか、ね、やっていこうと思います、うん、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。16時まで1時間ほどお付き合いください。はい、最近めっちゃ暑くないですか？暑いね、うん、夏を感じたね。めっちゃ暑いですよね最近。このじゃあ今日のテーマが将来の夢なんだけど、うん、それでなんだっけ、アンケート取ろうと思って、小学校たちによ、あなたの夢は何ですかっていう。小学校に、小学生、小学生に、小学校に、だから行ったわけやな。ああ、行った。まあちょっと取れなかったんだけど結局時間もないし。まあそうだね、今本当にこの何ね、急展開的な、早すぎだろと、来週までに欲しいとか早すぎだろみたいな、ね、めっちゃ怒られてないけど、で取れなかったんだけど、うん、でそこで、まあ、車で行ったわけよ、学校には。はいはいはい、はい、で携帯も財布ももう全部置いてて、うん、車によ、うん、で学校中入ってお願いしに行ったんだけど、はい、で15分ぐらいしか いなかったっけな、15分ぐらいよ15分ぐらいしかこの学校内にしかいなくて、はい、その後車戻るじゃん、うん、そしたらめっちゃ暑くて、で携帯見たらなんかこう、なんか温度が上がっておりますみたいな。あ、あるよね、わかる、うんうん、あれなっててめっちゃビビったんだけど、夜は暑いんですよ夜は暑いんですよなんか言って言うやん。だからもう早く来てよ、お前も今日。こんなことなのから、うん。ついさっき。いや、中谷子さん、こんばんは。はい、こんばんは。こんばんはじゃないですね、こんにちはですね。いいじゃんかよ。しかも中谷子さん、昨日じゃない、先週いなかった。何してたんですか？超寂しい。中田奈子さんラブだからね。うん、もうメンヘラ糸数だから。いとちんでしょ。今日二人じゃないですよ。うん、後からね。今ゲストも来てるんでね。はい、そんな感じで今日やっていこうと思います。はい。じゃあというわけで本日の曲目をかけいたしましょう。はい。あれじゃん、最近総選挙があるじゃん。そろそろ。明日？明日ぐらいじゃなかった？あれ？うん、いつだっけ？あれがあるんで。ちょっとそこに関連した曲を流すんですか？そうだね。流していい？はい、どうぞ。じゃあ本日の曲目をかけいたしましょう。 AKB48 さんでチャンスの順番です。そこまで出したね。どうしよう、今だってカメラ動かせれる？あれ？映らない人？映ってもいいですけど、映らなくてもいい。待って、2人呼び名どうなってる？ん？なんて呼ばれてる？ん？普通に名前、ユーシンは？ユーシンでイトカスでいい。イトカスがいいの？イトカスかイトチンどっちか。リスナーさんからイトチンっていうニックネームいてもらってるから、イトカスね。なんか猫さん面していたんですね、フリーライブとか。あ、それだったらもう全然ね。そうユーヤが2人いるからさ、1人ね、なんだっけ名前。タイゾウ。そう、見てるよ自分ちゃんと私視聴者。チンされたかった、いよいよ。お前だけ常に下げとくぞ。ミキサーを押した。ちょこちょこできはする。できるっていうかな。練習からお願いしていいじゃん。でもお前が横にいるとかないと俺はできないよ。いやだ。あ、来週から自分が。乗っ取り読まない。乗っ取りにスター。もう村吉、あれ、準レギュラーで降板でいいんじゃないか。村吉くん、ライブだろ。あいつ今日本番だ。あの野郎。ちゃんとできたかな。バンドやってるの？バンドやってる、うん、自己紹介とかあるんだけど、うん、自己紹介は軽くでいいよ。うん、本名って言わない。一応本名で、うん、本名全員本名で出してる。待って、何言うか。はい、 3項目ぐらい入って、まず本名でしょ。名前あれだけでいいんじゃない、名前と。普通に学科とどこの人。あ、そっか、お帰国スタイルか。はいはいはい。じゃあ学部1分3年でいるのか。と、あだ名でいとか。一応ここ、聞いてる人が沖縄の人とか、あとこっちではもう県外の人とかを見てるから。行く行くさ。富山を九州でいたかな、一回。富山県をこいつ、富山って九州じゃなかった？いいじゃんか。ぶち込んでるから。
や、いいよ。やべえ。これぐらいで入る？うん、こんぐらいで入るよ。いや、これ作ってる？寝起き。で、一回、ゆうすけ、喋ってみて。ああ、あと一人も。ああ、待って、どこ？あ、嘘つ喋ってる？マジで。はい、喋ってますよ。絶対喋ってない。何それ？あ、来た来た来た、オッケー。ビビった。声が入ってなかった。そっち、喋ってみて。はい。何でしょう。喋ってる？入ってる？喋ってますよ。入ってる入ってる。こっちは待ってよ。ああ、ゆうすけ入ってる。オッケー。うん、1、2、2、3。声量どれぐらい？これぐらいでいい？声、いや、もう聞こえない。どれぐらいでもいい。あ、そこら辺自分が音開けるから。あ、オッケー。でも極力これ大きくした方がいいだし、音割れするんだって。こっちで上げすぎると。あ、そうなんだ。そうなんだ。上げてますよ、なんか谷子さん。あからさまに上げる。今涼しいよね。そう、ちょっと昨日がすごい寒くて。でもあれじゃん、クーラー乗ってるんじゃん。壊れてたの。先週が扇風機こっちぶちかかけてるから。うん、ぶちかかけてる。これぐらいでしょ、だいたい声量ぐらいでいいの。オッケーオッケー。なんかヘッドホンつけて喋るってこと慣れないからね。慣れないね。全然慣れない。あ、映ってる、それで顔が。3人に映ってる。でもさ、あれ？でもさ、これはツイキャスだけど、YouTube で映るやつってさ、YouTube でこれ多分これ、あ、これこの辺のやつ。前のこれなんか多分映ってると思うよ。YouTube では映ってないでしょ。もうわかんない。映ってない、多分映ってないと思う。もしかしたらあの半分だけ映ってる。いや、それはない。マジでないから。ないかないか。で、あ、いたって、なんか谷子さんが一人いるんだ、しかも、ペーパーのやつ。あ、じゃあ結構終わるんで、ちょっと待ってよ、もう自分だけあげとくね。ゆえあげない。あ、ゆえあげない。あげろよ、お前。本日の曲目は AKB48 でチャンスの順番でした。いや、自分、市川美織さん推しなんで頑張ってほしいです。というわけで CM 入ります。ミオリンには悔しいでも頑張ったしな。うん、で、入ったら紹介させるの。入ったら今日のテーマ言って紹介しよう。オッケー。正直顔バレしたところでよ、別に何もでもない。本当に特に何があるってわけでもないから。出るつもりはなかったんですけどね。うん、ユースケも強制でしょ。私出るつもり。いや、繋いで。私繋いで。クレナエナがそこ何曲も。ああ、先週流せなかったやつ。あれさ、クレナエナ当たってた。お前イントロも知らなかった。めっちゃ調子残念ですよ。何時までこれ？4時？4時まで。だけ次やるよ。じゃあもうみんな負けとくから。ガヤ入れる。はい、皆さんこんにちは。またまたこんにちはです。というわけで本日の時刻、ただいまの時刻は15時8分を回っております。でね、今日のテーマ覚えてるよ。ひらがいったんだけど。ひらがいったな。なんだっけ、お前。なんか言ってよし。はい、こう詐欺りょうと。今日のテーマね、将来の夢というふうになっておりますけれども、それでね、一応ゲストも呼びしております。二人ね、いつも自分といえば経済学部だよね。そうだね。うん、で、まあ、違う学部のこの話も聞こうかなってことで別の学部の子も呼んでおります。はい、軽く自己紹介やろうかな。はい、じゃあお願いします。じゃあ、はい、こんにちは、日本文化学科3年次の、中山道人です。まあ、呼び名はリーダーってあだ名で呼ばれてます。今リーダーさん。はい、待って、これ入ってないよ。多分入ってないよね。多分だけど入ってないかな。リサ、あ、入ってる入ってる入ってる、大丈夫。うん、リサさん、ちゃ聞けたかな。聞けたかな。あ、リーダーこんにちはって。あ、でも聞けたかな。じゃあ入ってる入ってる。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、お願いします。顔どうする、出す。なんかちょっとデージちょっと映ってるかな。わかる。あの、大丈夫。すごいヘアスタイルだけ映ってるよね。あ、じゃあもう、じゃあ次紹介お願いします。自己紹介。はい、皆さんこんにちは。日本文化学科3年次の中田雄介です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。こんな感じで2人ゲストをお呼びしたんですけど、うん、で、将来の夢ってことでね、一応自分アナウンサーなんですよ。一応ね、一応一応というと。一応他に何か選択肢が。他はないんですけど、まあ、基本アナウンサーになりたいかな。おお。で、この最近浦本先生、いい人がいるんだけど、まあ、このラジオのきっかけにもなってくれた先生がいて、うん、その先生の講義で
結構ゲスト呼ばれるんだよね、ゲストで。このゲストの方が最近は市議会議員と、あとなんか流流フェスタってわかる？いや、わかんない。そういうなんか留学の大きいイベント、沖縄でされてる方がいて、おそれの、まあ、仕切ってる人が来たりとか来たしたんだけど、あの人すごいからね、いろんな人呼ぶからね。すごい。いや、市議会議員はビビってよね、マジで。顔広すぎるもん。めっちゃ広い。で、そこでその人たちが言うのが、この将来の夢を、なんだっけ、例えば固定するんじゃなくて、生き方を考えようみたいな。意味がある。あ、その人たちの？その自分の将来の生き方を考えて、そこから、うん、なんていうの、この、なりたい職業を決めていくみたいな。その幅は広がるじゃんってことで言ったんだけど、まあ確かにね、なんかそんな感じで考えようかなと思ったんだけど、自分ニュース原稿読みたいんでね。じゃあもうそれでアナウンサーしかないじゃん。気になった記事を持ってきて毎週ここで読むか。俺は読むつもりだから。なんだっけ、太蔵さんが、 はい、あの人が新聞記者かな、なりたいと思ってるんだよね、はいはいはい、多分。だからその人と一緒に取材しに行って読もうかなって原稿とか、うん、今ボイストレーニングやってる。さらっとレギュラーのね、将来の夢が形したね。いや、いいじゃんいいじゃん。いや、めっちゃ練習してるから。微濁音と思考集定が全然できなくて、うん、その辺に。いや、嘘つくな。微濁音は微濁音だよ。あ、微濁音とはなんか鼻にかかる声だよね。ガゲグゲゴってあるじゃん、うん、はい。ガじゃなくてガ、うん、ガ、わかる、言いたいこと。 あの、背中エコだっけ、わからん、わかるわかる、あの 鼻にかかった声、うん、あんな感じの、うん、綺麗な日本語を喋りたいんだけど、ビダコン全然できない。全然わかんなかった。わからんかった、うん。まあ、そんな感じで一応将来の夢語っていこうかなと思います。でも将来の夢って一言で聞くとなんか職業だったりのイメージが強いじゃん、うん、そうでもない、まあ、だけど、うん、まあね、中田猫さんとか多分もう仕事してるっしょ、絶対なんか一般人の社会人だよね、多分だと思う。だからそんな方にはもうこれからのね、例えばなんだっけ、五章と言いますか、うん、まあ、将来の夢ですよ、夢っていうか、うん、やりたいこととかもね、いろいろそんな感じで適当にメールとかメッセージくれたら嬉しいです。ということで一応メールアドレス紹介しとこうかな。今日もゆえお願い。あ、俺ですね。うん、ゆえが近いから。あ、じゃあもう自分が言う。あれどこだっけ、あっちか、見えない。家、家や。え、俺が言った方がいい。うん、お前がや、お前がや。797、アットマーク、fmginowan.com。fmginowan.com は全部、ラムジね。はい、797アットマーク、fmginowa.com となっております。はい、頑張っていきましょう、今日も。はい。うん。いや、でも中田猫さんが来てくれるだけで頑張れるから。レレッチさん来ないかな。大好きすぎるだろ。レレッチさん来ないかな。レレッチさん来ないね、いや今日は。あ、寂しいわ。というわけで早速こんな感じで喋っていきましょう。で、どんな夢を。何が夢よ、夢。夢、ああ、うちが俺もちょこちょこ、車のディーラーだろ。うん、うん、行っちゃったよ、うん、行っちゃった。ちょこちょこ障害してるからね、うん、うん、になりたいなと。ちょっと車関係が好きなので。そうだね、はい。ちなみにお二方は何かあるんですか、日文の方は。はい、日文のお二人はリーダーさんと中田君は。これはあの必ずしも職業じゃない、もうじゃなくても全然もう何でも何でも何でもいい。将来的に夢として何かがあるんですが、この日本をまずこの北から巡りたい。ああ、横断。そう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 、そういう感じで。歩きですか、バイクですか、車ですか、泳ぎですか。泳ぎですか。いやいやいや。あ、日本海をずっとぐる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 。あ、そうですね。なるほど、ね、景色変わんないじゃん。あの浅瀬をね、足つくところずっと永遠と。泳げなくてもね。泳げなくて安全パイで行こうか。歩きと泳ぎ はあの抜いていいですか。歩きと泳ぎは抜いてからいいですか。原付き。原付き。これ上げて。はい、マイクに近づけさせて。そう、声が、ね、多分入ってないかなと思って、うん、結構もう触れていい。もう軽く触れちゃ、あ、落ちた。あ、でも結構近い感じがいいな。さっきの本当に音入って、うん、これも喋ってる。まあそんな感じで、はい、ですよ。近づけてね、はいはい、頑張っていこうね。 FBI になりたかったんだって。接客業すっげえ。なんで FBI なんですか。え、なんか海外ドラマとかであんじゃん。なんで FBI なんですか。
か見ててかっこいいって思わない？めっちゃかっこいい。めっちゃかっこいい。なんか時間事件とかさ、特別捜査班でしょ？うん、あ、具体的に何するの FBI？ だから何するのマジで？ねえ、なんか普通あの海外ドラマしか見てないから、とりあえず FBI が出てきて、なんかアメリカの警察かなんかなのかなみたいな。コナンの友達みたいな。は？コナンの友達になりたい。コナンの友達FBI じゃないの？ごめんな、もう何でもない。わかんない。あれでしょ、あのメガネの金髪メガネ金髪の先生だよね。うん、わかるわかる。現実は接客業ですね。まあ、接客業でも結構楽しいんじゃないですか。まあ、接客業楽しいけど自分好きですよ接客。まあ、あれじゃないですか、韓国人の可愛い。あ、じゃないじゃないじゃない、この接客って知らない人が来るじゃんお客さんって。まあだから何してもいいじゃん。言いたいことしてもじゃない、だから、まあ、知り合いだったら表現をちょっと変えろや。知り合いだったらなんか結構この自分作るんだけど、あの接客だったらもう何してもいいんで何でもできるよね。なんか本当に何でもできる、はあ、そうそうそう。例えば何でもって何？だからもうめちゃくちゃ可愛いって言えるさ、あとか、あなんか本当に何でもできる、とりあえず何でもできる。メイクの違いに気づくとか近い。そうだねそうだね、そうだね。結構気づくよ。自分以前アパレルでバイトしてたんだけど、はい、そこのお客様の方は女性でね、うん、結構メイク気づいてて、自分ネイルも気づいてた。すごいな。待って、このリアクション、このリアクションしづらいな。この常連さんだったらめっちゃ気づくし、とか、まあ、常連さんならね、うんうんうん、当たり前じゃん。常連じゃなくて気づかん。会ったことない人は気づくわけがないね。あ、ネイル変えれましたって新しい曲変えたんです実はみたいな。怖い怖い。そうだから、この店員さんっていうか店長に言われてて、気づけって。ほうほう、それぐらい気づかんとダメですよみたいな。分かりましたってことで。そうなんだ。とりあえず会った髪切ったから始まるパターンですか？それはタモリさん。あ、でもそれも最近別の職場で気づいたわけよ。でなんかこの周りの方々は全然気づかなかったらしいんだけど、自分が初めて気づいて、多分絶対こいつ気持って思われてるよな。お前デジッチョ可愛い人ばよ。可愛い人だったら絶対気づく。お前可愛い人か関連じゃないと絶対なもんよねもんな。いや可愛いのは正義ですよ。可愛い目指してる。猫さん聞きました今。ちょっと今日リスナー少ない。今日リスナー少ない。いや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 、これが本来だから。先週がすごかっただけだから。先週よかったな、うん。先週何人ぐらいだったの？分からないけど、とりあえずいつものバイバイとね。いつもだいたい20ぐらい。あ、じゃあ40、50いた。基本少ないだけど。すごいね。じゃあ、とか、将来の夢ですよ、将来の夢。将来の夢。中田君、ちなみに。自分は、いや、本気で狙ってるといえば、教師なんだけど。今大学で教職課程取ってて、それで教師目指してるんですが、今目指している夢というか持っている夢は、飲食店で働くことをなく、なくですよ、あのまかないが食べたいなと。なんだこいつは。なんだこいつは。まかないに夢を。なんかムカつくぞこれ。でもいいですよね、もう自分もそれめっちゃ憧れですわ。憧れる、うん、気づかなかったけど憧れだよね。飲食業やってみなはれよ。飲食業やってるんだよね、ゆうやはね。あ、やってた。やってた。もうやってないの？うん、今やってない。今ニートなのよ。あー、ニート。ニートなのよ。ニート。どうだったの、その、まかないというか、そういうのは出たの？出るね。出るけど、なんだろうな。美味しかった？そりゃ美味しいですよ。うわー、いいなー。めっちゃいいじゃん。どんなの、どんなの？どんなのって一概に言えないんだよね。なんて言うんだろうな。もし居酒屋とかだったら、まあ、自分がやってたバイト先は何だろう、余ったものを使ってあの料理長が適当に作ってもくれたものをご飯と一緒に食べたりとか。裏メニューじゃん、裏メニュー。まあそうだね、簡単に言えば、うん、めっちゃいいじゃん。あの料理長の気まぐれ料理みたいな感じかな。かっこいい。とかあとはあのしゃぶしゃぶのバイトをしてるときは余った肉とかをとりあえず煮込んで、うん、それをあのだしとかで煮込んだものをご飯の上にかけて食べたりとか、ステーキ屋さんの時はちょっと安いハンバーグとかを食べたりとか。俺にもステーキ作ってな。あ、そういうの食べてるからそういう体験になるということですね。誰がデブじゃん。誰がデブじゃん。ちなみにね、もう中学校のあだ名も聞いておりますので、私は。え、タレコミが。タレコミっていうのはこいつでしょ。知ってるわんね。
とだいたいわかるよ。もう匿名希望で来てますね。匿名希望で、ね、匿名じゃねえだろ。出たよ出たよ。知ってるも何も。エコかけようかな。かけんな。なんて言われた。こういう時に使うなよ。いじめだと思うな。良くないと思うな。弱い者いじめ。数の暴力ってさ。弱いの。中田猫さんも多分。弱いってない。弱いの。弱いになんでハテナついた。いやもうやっぱリスナーさんみんな気になるやつです。そう気になるよね。気になる。回せよ少年の腕。そうだね、絶対忘れないぞ。後でまたな、ま、後々ね。後でね、後で。言わせねえよ。またさ、猿とか、あ、うん、さ、猿とか、あ。何、何、何？まあまあまあ、なんでもないです。エコーの準備すんな。おかしいぞ。すぐですから、すぐ。まあまあ、後々ね。後々。出てきますよ。俺、エコーの位置覚えてっかんな、おい。楽しみだった。楽しくそう。だから、将来の夢。どこ？過去の話したってしょうがないでしょ。うん、ね。将来ね。はい、もう自分アナウンサーになってちょっとねいろいろ認められてね見返したりしてね結婚したいですよ早く誰かと誰と誰と芸能人っていうと誰みたいな人とやっぱガッキーですよねこの辺はガッキーは神ですわ、はいはい、ガッキー神だねこんな反応しないでやったししれーっと、ね、しれーっともうリアクションを取らないというこのなんでエコーレギュラー陣なんでエコーの準備してんだよ言ってんぞお前もういいですねもう楽器はマジで可愛くないですか、まあ、確かに可愛いですもんね、うん、でも自分の将来の楽器と結婚するだからあなるほどねもうそれですから究極の夢ですねそれあじゃあ楽器が結婚したらもう次回ですねああそれはちょっとあの楽しみにいい楽しみ楽しみときましたまたおいおい結構仕方ないことですよそれはさすがにねえ楽器を諦めることはできないんですか楽器一人しかいないからえ他にいないのなんかこの子可愛くて結婚したいみたいな候補的な存在はガッキーがいにあちょトワイスいいよなトワイス最近ねついって子が誕生日だったんですよセンイルセンイル誕生日ってセンイルって言うんだへえあ韓国語でセンイルセンイルおじゃあ俺もちょっとね最近韓国の友達ができたからちょっと教えてもらおうかな マジ男だよガッツリ男だよ、うん、別にいいよあーあってああこんにちはお新しい人しおちゃん、しがないモデラーさんお茶は、俺来てねし中田猫さんいっぱいいるチキンラーメン食べ放題何それ美味しそうチキンラーメンの CM で朝玉じゃない、足玉ないたじゃんめっちゃでかくなってんね、足玉なそりゃあ、ビビったけどこれね、もう本当に話結構脱線するんだ KO だっけあいつ KO? あえ大学生中学校、中学校慶応付属うん、えぐいやんに頭いいって聞くよね、うん、なんであんなできるのかな両立、うん、女優としながらもう子役じゃなくて女優だもんね子役って何歳まで子役なんだろうね何歳か小学校ぐらい小学生かなイメージ的にあれじゃん天才テレビくんまでとかそういう感じあ懐かしい夏いあれ今何だろうなあれ分かんないえ天才テレビくんもやってないのやってるよやってるやってるはずよ最近 NHK 見ねえんだ最近あそうテレビ時代見ねえあそれな見ないよな、うん、あちょっとテレビよ見ない見ない見ない最近ね小学校行った話したじゃん、うん、でちょくちょく勉強教えに行くわけないへえ小学校にうん、うん、でめっちゃ時給いいからあお金お金ね、はいうん、あちなみになんですけど中田くんあの学校の先生って言ってたんですけど学校の先生って小学校中学校高校ってあるじゃないですかうん、希望は高校なんだけど、うん、いや現実問題ねこの採用数とかそういうのを見ていくとやっぱ中学校も視野に入れてという、計画で資格を取っておりますでもねすごいと思うよすごいな俺諦めたもん教職あお前もやってたんだっけ一緒にやってたもんね一緒やってて諦めたやつあ友達もいるな一人1年の時やってたけどちょっときつすぎてもう2年でやめたっていう子がねもうきついとか甘えだもんな、うん、ぶっちゃけ教職できついもう自分にブーメランのように刺さるような言葉をね本当に甘えだと思って、ね、ただね高校教師あの自分がねちょっと頭の悪い高校出身なんですけど、はいはいはい、あの高校の先生を見て先生ってすごいなストレスすごいなあのなんて言うんだろう怒っても全然なんだろう全然反省しない子がいましてね、そうだね、もううるさいのに静かにしてって言っても全然静かにしない、もう最終的に先生も授業を放棄して
職員室に帰ったり、それを見て先生ってやっぱ大変なんだな。それは違くない？それはちょっとかっおかしいよね。かっこ悪くない？でもかっこ悪い。もう仕事放棄ですよ。いやでも実際に先生になったら分かんないけど、うん、ちょっとやっぱり夢を持ってるからこそそういうなんかことはしたくないなって思うよね。でもいたんじゃん一応。一応いたね、自分の高校もいた、うんうん、そうだね。5分前に注意しても全然治らなくて、さすがにね先生もぶっつんときたんでしょう。あまあしょうがないね、かわいそう。あの高校生なんだけど全然おとなしくなんないし、とりあえず動き回るなんか幼稚園生みたいな子がいたんです、うんうんうん、高校の教師って大変だな。そしてあのなんだっけ、離任して違うとこ就任したりとか、なんか各地を転々とするから、うんうん、あそうだね。あそうな、中谷子さんもその一部だったそうです。やばい、ヤンキーですね。なんかヤンキー、ヤンキー言うな高校の先生ってね、あれですよ、あの入って2年目かな、うん、2年目で結構うまくいかなかったんだはず、うん、泣きながら帰っていきよった。へえ、授業も泣きながらバンって閉めて、うんうん、職員室でめっちゃ泣いてて、でもそしたらこの、うん、なんだっけ、進路指導の先生がめっちゃ怒ってくるからな、まあ、ちょっとその先生もやばかったんだけど一応いろいろ、うん、でもあれでも仲のいい先生だったらめっちゃ何々先生何々先生って言うけど、あんま好かない先生だとね、うん、あーみたいな陰口がすごいよねあれって言われなかった、うん、ヤンキーの子のことを、うん、なんか天然記念物って聞かなかった、あんまいなかったらしくて、そのヤンキーみたいな子、なんならヤンキーみたいなのがいたのがうちの学校だから。あそうなんだ、マジで、うん、ユースケもあれじゃん、同じ学校じゃん。記念公演かなうちは、うん、でも中学校までだからね一緒なのね。あ中学校はまだみんな真面目な生徒が多かったからね。なるほど、うん、先生もあんまり苦労してる様子はねあんまりなかったよね。なんなら生徒が苦労しているかなって、あの先生がレベルの高いテストを作るためにあーと頭を抱える、わかる、ね、謝ってた先生、ね、そう生徒が頭を抱えることが多かったね難しい問題作ってごめんなって言われたことある先生に怖くない？自覚あるなら優しくしてくれみたいなね。なあ、でもあれだよ、可愛い先生が来てから、うんうん、みんな点数上がるよった、ガチで世界史なんだけどもうみんな90点台みたいな、ほとんど可愛いわ先生じゃマジで可愛くて先生がえぐいよ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 ね普通の高校生だからな俺なんか、うんうん、可愛いには弱いわ、可愛いには弱いな、弱い弱い。楽しかった打ち上げとか、打ち上げ何の打ち上げ、なんかわかんないけどなんか行事があったのとか、いろいろ文化祭とかの全部打ち上げとかそういうことじゃなくて、もう全わかんない、いろいろテストが終わっても、うん、テストが終わったら打ち上げしてたの、だって可愛いじゃん、可愛い先生ごめん遊びたい、意味がわからない可愛いからって何、可愛い先生って遊びたいじゃん、あそう男子って単純なんですよ、まあ、だから一緒にしないでほしいわでも超楽しかった、あと世界史の先生で、うん、このイエスのビデオ見せられたんだけど、あキリストン、うん、結構えぐいやつで、先生がこの気分悪かったら戸開けてよって言ってたんだけど、うん、先生が倒れよった一回ドスンって聞こえて先生気絶して病院運ばれてから、だからいつの話、お高校、うん、でこの美人な先生が子供を妊娠して、うん、その代わりで来た先生なんだけど、あ倒れて運ばれるってビジョンに、あショックが強かったんだね、その映像っすね。あれです、なんだっけ、ブルガリガクト様ですね、はい、ガクト様やべなかったです、全ごめんなさい最初さ、あのガクトさん呼ぼうぜっていうなんか企画が急に上がってですね、なおくつむかな、そうそうそう、で、誰か生贄にした方がいいんじゃないかってことでね、うん、今、準レギュラーに降板したあの村吉くんというメガネをね、はいはいはい、ちょっと生贄に、でもあれじゃん、村吉生贄にした結果2人来たから、あー1人が2人にね2人生贄にしてないからね、もう人体錬成みたいな生贄だな、そめっちゃ10日ぼうか、あ、10日え、1人が2人を担うほどの力が村吉ないぞあいつ、村吉ないな、ないぞあいつ、ところに言われた、うん、いないところでボン、オンボロだもん、ただの電波組だもんね、あんなもん電波組可愛いよ、可愛くない、可愛くない、どっち、違う、今さ、お前電波に乗っけてけも可愛くないって言ったから、ね、でも今焦ったよね、ラジオだもんねこれね、ダメだよ、いや可愛いな、富山を九州っていうのはまだわかるけどさ、いやわかんないよ、学徒風呼びなさいって言ってる、学徒風ですからね、一応ミュージシャンなんで、彼は学徒
ット風ってあの人の部類に入れる人は果たしているのかって感じなんです。神の中に入るのは難しいですからね。難しいですね。皆さん全然メッセージが来ないんです。将来の夢はないんですか皆さん。ちょっとそれで話していこうかなと思ったんですけど、アナウンサーですね。原稿読みたいな。でも本当にそろそろ。でもね、なんか将来の夢って言ってもやっぱみんな安定した職とか求めそうだもんね、うん、特に沖縄だと公務員とかさ。あ、でも沖縄って職が少ないじゃん結局。うん、嫌だね。県外に出るっていう選択肢はないの？自分県外に出よう。最悪県外。あ、そのうち出る。おお、そのうち。そのうちっていうか、あの、なんて言うんだろう、基礎は地元で固めて、うんうんうん、あっちで応用力を、なるほどね、身につけたいなってことで、あっちで力を発揮するって感じで。そうそう、そしてボコボコにやられて帰ってくる。いやでも東京そこまでかわいい子いっぱいいるよ絶対。あ、またかわいい子をね、また目的として県外に行くわけですよ。糸数くんはね。そうね、そう、糸数はね、糸チームは電波区モガって誰、モガミモガさんがいるグループで、はいはい、そうですね、大体モガミモガさんがもう有名ですよ、うん、エースキャラですよ。だから分かんないんだ。電波って言えば見たんだけどさ、誰がどの子か分かんないよね。赤い子がみりんちゃんで、わかんない、みりんか、はいはいはい、みりんちゃんと緑の子がネムキュン、うんうんうん、で青い子が誰だっけ、ピンキーか。そうだね、そうだね。あと黄色の子がエータソって言ってモカミさんですよ。あと白い子もいる。白い子の名前はこのラジオで一回調べてみたんだよね。うん、笑っちゃった見て。もういいよ。あとブルガレさんも参上ってきてる。俺三条、あれあれ思い出せません？桃太郎す？はい、レオですね。超好きだった。でも基本俺クーが好きなんだよね。クーが、ああクーがね、小田切城、小田切城、でも小田切城はクーが嫌いだよね。え、嘘、そうなの？そうそうそう、これクーがのグロンギ語を覚えようとした。グガガガガみたいな。あれ覚えようとしてて、うんうんうん、でなんか腕輪もつけながら怪獣になりきってね、はいはいはい、何かと戦った時にカチャってやるっていう。そうですよ、うん、そんな感じので。小3じゃない、3歳の時の夢がウルトラマンなんだけど、まあありきたりですね。ありきたり。あれじゃん、この保育園じゃない、 ちっちゃい時って、うん、消防士じゃなくて消防車になりたいみたいな、うんうん、今な、あれ超可愛くない？何の話？あの将来の夢ですだから、はいはいはい、ね、消防車になりたいみたいな。消防車になりたいは可愛いと。あれ可愛い。あれはね、ケーキ屋さんになりたいところですしね。うん、ケーキ屋さんでいいのか？なあ、今ケーキ屋さんとかあんのかな、パティシエとかあんのかな、夢で。だって YouTuber とか言ってる時代でしょ今。うんうん、そうだね、結構小中学生、ね、そう、前にはちょっと上位に入ってたランキングのやつが、最近ではもうなんかどこに行ったっていう、本当にランキング外とかあるからね。ベスト10には入ってんじゃないかと、ね、あれって。でも YouTuber ってなんか芸能人見たくない？そうなの、芸能人として呼んでいいのかな、うん、有名人っていう枠で出てるよね、うん、結構、うん、はじめ社長さんとかね、うんうんうん、そうだね。しかもあの事件があって、あんな叩かれると思ってなくて自分は。あんなメディアで取り上げられるほどね、うんうん、なんか有名人確認証を合格したんだなと、うん、実機給料いくらもらってんのかな。こらこらまた金ゲス気になるんだけど、金と女に話がいろくな男じゃねえな。モテたい竹まで揃ってもう最悪だ。いや俺モテたいんですよ。だからモテたいって言ってる間モテないと思いますよね。ほんとね、心理が、いやそれはちょっと分かんないんですけど。まあ確かにね、彼女欲しいわって女の子の目の前で言ったら、こんつの彼女には絶対なんねえって。あ、でもあれですよ、自分彼女欲しいとか言ってるけど実際欲しいとか思ってないですから。だってね、一応口には出してるけどそんな思ってない本音では、うん、あ、じゃあいらないと。あ、別に欲しくないと。そうだな、あ、まあいたらいいかなみたいな。まあいたらいいかなみたいな、そんな感じ。でもいなくても構わない。話し変えよ。ブルガレさん、あ、電王だ、ごめん間違えた、ちょっと俺をテンパってた。電王ね、電王を竜王って呼んでた。おー怖い怖い、なんだろう竜王って、ちょっと分かんない。竜王、あ、あとから言うかな。中谷お子さん、豪華客船で世界一周したいな。 あれよね、チラシでなんか100万でしょ。でそうそうそう、で世界一周、あれ晴れは晴るほど減るみたいな、うん、そうそうそう、金額が減って何だったかな、全額無料にした猛者もいるっていうからね。すごいガチ勢じゃん、うん、やろう今度。みんなで今度やろう、うん、みんなで。世界一周だから何ヶ月かな。あれ 3ヶ月、半年、3ヶ月、どこだ、半年ぐらい、半年ぐらいだね、あれね、うん、でもあれは豪華客船と言えるのか。
あ、結構このスケジュールとかね、このなんか船内の生活とかで不満があるとかっていう話もあるよね、こういう。すごいよね、佐藤さん。アメリカのインディーカーレーステーション。いや、そもそも降りれない。ちょくちょく降りれる。どうなんだろうね。え、でも各地降りるんじゃないかな。多分点々としたところで降りてみたいな感じじゃないかな。うん、物資とか調達してそこから出港。そんな感じ。さっきのお金の話したが、佐藤選手アメリカのかインディカーレースで賞金2億7000万すごいよね。なんかあんまあのツイッターとかでこれを代打と取り上げろみたいな話もあったからね。うん、あんまりあの日本じゃメジャーそうなのじゃないかもしれないけど、世界的にはわかんない。インディカーレースってまあ何でミニ四駆違うわ。ミニ四駆かなこれ。ちょっとでさ大丈夫。大丈夫じゃない。あれちょっと一旦曲変えていい。ああ OK。 うん、ちょっと先週ね流せなかったクレナイかけたいなと思って。こいつね本当にミニ四駆の話しかしないんですよ。ミニ四駆メンソレさんに勝ちたい。北山亭に勝ちたい。ちょっとね一旦休憩入り挟もうかな。だから下手くそか。2曲目をかけいたしましょう。糸数リクエストですね、これ。だから糸数リクエストでリクエスト出てるのにせっかく。じゃあちょっとかけたいから。しょっかないな。かわいくね。は糸数リクエストでおかけいたします。XJAPAN で紅です。やばい寒い。鼻水が止まんねえわ。太鼓の達人始まる。これイントロがやめちゃうかな。ごめんなさい、マイク使っていいですか、ね、はい、これで2人で回してもらっていいですか、マイク。あ、はい、これちょっとこれで。あ、これこれでいいですか。マイク借ります。釣りだね。これがそっちに。話しますよ。あれ、え、これでもこれに買うのもあっちにない？キャノン。一回ちょっとじゃあ、取ってから。やりこ。
酒がどうですか。もう一回もう一回。というわけで糸数リクエストで紅、 X ジャパンで紅をおかけいたしました。続いては CM 入ります。英語だったことになりました。どうしよう、なんかもう多分将来に続かないでしょ絶対。うん、かなりうん、ビビってる。もっといくと思った。将来では続けるか。中くんとかさ、来ると思ってからさ、普通に振ったんだけど、来ねえじゃん。来ない。来週も自分が決めていい。でも ルーティンにしていい。ルーティン。ルーティン？うん。これ？ルーティン。ゴロマですよね。ゴロマゴロマ。よしきのサイン欲しいの俺も。こっち日本あですよ。うん。これどうしますよ。めっちゃ早い40分。中谷猫さんありがとう今日。あ、それ取らなくて大丈夫ですか？あと3使ってください。ただいまの時刻は15時41分を回っており、あ、42分になりました。はい、早いですね、もう40分ですよ。本当にめっちゃ早いです。ちょっと結構グダグダしててね、うん、頑張ってるんですけどね。話したかすごいはい、はい、ね、最近ね自分、うん、ハマってることがありまして、そうです、某アイドルグループ TWICE です。 TWICE 韓国のアイドルグループに TWICE TWICE ってグループがあるんですよ、うん、めっちゃそれにハマってて可愛いよ。なんてユイヤはこのめっちゃもう気にしてないみたいな。それ可愛いよね。あー絶対わからない。めっちゃわかんない。もう超可愛くてもう、うん、可愛い。今度書けよ曲。あ、今書けないけど。レリーさん来たよ。レリッツさんこんにちは。絶対もう今日来ないと思って寂しかった。そうだから自分今 TWICE にハマってて、うん、この TWICE のチェリーアップって曲に、うん、サナって日本人なんだけど、そう、韓国。あ、 TWICE になんか1人日本人、 TWICE に3人日本人がいて、そうそうそう、3人日本人がいるんですけど、このサナってこのフレーズ歌詞に、うん、シングルマンなのよらシャーシャーシャーっていう歌詞があるわけな、はい、この2、3秒ぐらいの間で自分ダンスをしたくて、んそう、自分ブレイクダンスをやってたわけない昔、うん、最近はもう月1か半年で1回とかしかやらないんだけど、でこの TWICE 見た瞬間にもうこれはやらないといけないと、もう使命感ですよ。だから気にしてなんか興味示してるや、寂しい、示してるよ。そうだからめっちゃ今頑張ってるんだけど、お要は TWICE にハマってるわけ。でもなんだかんだ本当君可愛い子がいるところにしか興味ないもん、ね、いやじゃないじゃないじゃない、いや違うんだ。いや違う、それは僕はね、あれなんですよ、なんかだからハマってることないです。だからハマってること、うん、ない。ラジオだから喋れよ。ラジオだから喋れよお前、許さんけど。ハマってること、なんかさ今ツイキャスがキラキラしよった。ん、あごめんなんでもない。ハマってることって一緒にバスケやってるさ、ゆうや。どこやって、あれはね、あれはハマってることでしょう。ハマってるっていうかもう楽しみだもんね。ああ、はい、あと一個いよ。何が、先週ね、はい、自分あれですよ、なんだっけ、なんだった。知らない。そう、ツイッターのアカウント作ったんですよ、お帰国スタイルのね。あ、いつだね。うん、なんとね、誰がフォローしちゃったの、自分のリア友一人だけ。リア友にバレちゃって、これちょっとショック。うちはネタやめろよ。うん、どこはね、もうリッチさんのこと、猫さんお願いしますよ、お願いします、お願いします。帰国スタイルって言ったら出ると思うんで、ここにね一応なんか写真とかね載っけていこうかなと思って、明日のテーマとか来週か、 あとテワイスの話とかね、ミニ四駆とかね。もう完全に自分の私有化始まってんじゃねえかよ。ちょっと
本当にお帰国スタイル関連ですよ、だから、うん、のことをやろうと思っててツイッターアカウント作ったのでね、できたらフォローお願いいたします。はい、はい、でもさ本当に結構あなんか最初ぐらいもなかったっけ、こんななんか共通のツイッターのアカウント作ろうぜみたいな。最初あったんだけど絶対人が来ないと思って、うん、だからぶっちゃけ中田猫さんとか森列さんとか ビビってる自分はこんなに来てくれる方がいるんだと。本当にね、あとブルガリさんも最近来てくれてめっちゃ嬉しいです。 ありがとうございます。あの生贄がちょっと役に立ったね。当たったな。村吉先輩か、村吉今ライブしてるかな。今は泣き多分もうライブ終わったかな。村吉ちょドラムやってる。ん、何何何、うん、伝わらないというね。今日2人なんですけど、ちょゲストで2人呼んでます、レレッツさんで。なんか顔バレしたくないらしくてやっぱり、うん、そうですね、そうですね、ツイキャスにはいないんですけれども、まあまあ、一応4人います。あなんかちょっと寂しいなと思ってて、なんか、うん、そうだな寂しい。てっきりね、僕もね、なんか結構あの本当は5名いるんですけど、なんか3名が来れないっていうから大丈夫かなと思ったけど、正規メンバーがね、うん、そうね寂しいね。うん、トワイスな、トワイスのチェリアップ、さサナもシャーシャーシャーだから聞いて。あれ今度流すって言ってたのにね。そうなんですよ、すね、本当はレリさん今日は2人なんですけど、ギャラリー行こうと思ってたんですか今日。でも雨降ってるんで危ないですよぜひぜひ次来てくださいね本当に。一緒に写真撮りましょういいのかなと。そうそして、ね、アカウントに載せてね。うん、ダメだ。あ、そうだね、怒られる。レリさんが、うん、レリさんに怒られる。見て、切って、ここ来て切って、チンガリマンヌ。あ、もうこれ超かわいい。あ、聞こえたここで、あのトーマスとウィンドとヘッドぐらいやろうかなと思ってて、うん、もうとりあえず俺はここで合わせたい、音ハメがしたい。なるほどね。あとビタコンができたら軟骨開ける全然関係ないよね。耳耳そうウィンドFM ギノン、お化け出るって中田猫さんが言ってるんですけど本当ですか。村吉じゃね。あ、でも村吉、え、生贄にしたからたまにプロって入ってくるかもしれない、ね、早い早い、魂だけ来るかな。あの未練がまた残った、多分成仏はしないと思うんだあーですね。あとなんか持ってることないかな、うん、ミニ四駆俺もうミニ四駆はいいよそうなんですよ、駐車場が狭い。そうだね、駐車場ね、下のしかないもんね、うん、多分共演者じゃなくてパーソナリティとかぐらいかな入るって。うん、中田美子さんもしかしてこちらのギノワン FM ギノワン来たことあるのかな、わかんない。なんかあ、マジでってマジでちょ、ね、ちょっとね、ちっちゃいもんね、うん、多分何のマジでなのかちょっと。あ、あるんだって。何が、中田猫さん FM ギノワン来たことがあるみたいよ。今度来てください、喋りましょう、うん、一緒に。夜あ、あの一回だけ自分も夜中に一回ここ通って、お化けいた、あ、開いてるかなと思って下行ったんですけど普通に開いてるって言うし、ちょっと怖かったけど。お化けいた、お化けゆえがお化けだもんな。え、あー出てこないやな、夜になるとね狼になるから言うや。それお化けって言わないよ狼ってお前ひどいこと言うね。満月の夜にガオーってなるから装飾系を装ってガオーだから。装飾系か、装飾雑食だよ俺。あ、でもあれじゃん、車は、車はもうマニュアルじゃないから。あ、そっかそっか、その辺装飾だなマニュアルじゃないからな。ディスられてるよ。でもかっこいいもんな、あんな車乗りたい。いいよその話はもう。かっこいいけど、かっこいいけど、かっこいいけどマニュアルじゃない。夜なら生きるって、もう今夜じゃん、暗いから夜だよ4時を夜って言うて初めて見たぞご利用しだそういえばね、先週、うん、ストロベリームーンだったんだけど見れた人いるかな。ちなみに見れなかったな俺、多分曇ってて見えなかったと思うんだけど。そうえ、ストロベリームーンって何。ストロベリームーン赤い月なんだけど、6月に見れるらしくて。あ、そうなんだ。この月の位置が低いのが6月らしくて、低い位置に見えるって聞いたよ。あ、すごい。それが先週だったの。先週、ちょっと赤く見えて、6月9日大きくてみたいな感じだった、ね、でそれ見たら、好きな子と一緒に見たら結ばれるみたいな、その声が、うん、そうだからヘド岬ハいやヘド岬はね、怖いぞ一回一人で夜中に行ったんですよ、めっちゃ怖かったよ。何ね、なんか悩んでたの、ま、たいや、特に俺なんか悩み聞くよあれ、お悩み相談室だっけ俺でも悩みあるよ、めっちゃ悩み。俺もあるよ。お、ある。うん、ラジオでみんなディスってくるんだけど、どうしたらいいですかね髪が跳ねるところ悩み俺。お前どうでもいいよ、もう髪切れ。トワイスです。
でもね、怖くはないんですよ、みんな。じゃあ、あれじゃん、お化けが出るから怖いってことじゃない？知ってるよ。何が怖くないのじゃん。お化け怖い。みんながいるから怖くないんですよって。バカじゃん。信号みんなで渡れば怖くないか。いや怖いから。光るし。白やめ。自分お化け怖いな。お化け NG なんで自分。マネージャーが NG 出してるんで糸数。共演 NG ね。共演 NG なんてお化けは。NG だからね。その辺しっかりしてこう。そうそうそう。ちゃんと。どこのもんだお前。あ、これ TT だ、TT。あ、今度こういう話やろうって。やりましょう。お、そろそろ夏ですし、ね。夏ですしね。涼しい話やね。やろう。みんなでろうそく持ちながら風って消してこう。百物語。機材が燃える。百物語を3人で回すっていうね。きつ。仲良くなるお化けと。あ、仲良くなる宣言。なれるよ。来週のテーマ何にしようかな。そうだね。じゃあ今日ね、将来眠ってたんだけど。うん。いやー、メンバー2人しかいないもんな。話なつながらないもんな。来週5時間。確かにね、100をやるとね、そんなかかるか。1は2秒ぐらい。5時間。怖いか。え、ってか、自分読むよ。尺が怖いな。俺朗読するわ。あ、怖い話？うん。おー、いいね、いいね。やるやる。だったらさ、こんな真っ昼間にやっても、よくなくない？ベイベベベイベ。BGM を歌う。軽くイラッとした。まあ怖いか怖くないかはね、糸数の読み方にかかっておりますからね。そうですね、糸数めっちゃうまいから。やったらビビるなよ。おぉ、チビラーズ。自分で読んで自分でビビるってことはない。ないの。チキン。超うまいから。もう中田猫さんもビビってこれないはず、ここに。糸数がいるって。こういう話する糸数がいる。さっきのキリスト教のビデオ流した先生みたいにならない？大丈夫？いや、マジビビってん。フリじゃん。フリじゃん、それも。すごいね、もう前もって伏線を張っとくっていうね、この高等技術ね。それな。それあれビビった、本当に。怖いな、それは。それは怖かった。先生、なんか乗っ取られた？乗っ取られたかな？いきなり乗っ取られたかな？いや、乗っ取られたかなじゃないでしょ。乗っ取られてないわ。キリスト教のみたいな。なんか映ってたのかな？いや。そしてもう、そろそろ時間なんでね、ちょっと待ってね。あと5分しかないの。5分もないよ。はい、早いね。というわけで、間もなく、お帰国スタイル終了の時間となっております。はい。結構早かったんですけど、結構内容が薄いっていうか。毎回薄いんだよね。なんかね、固めないといけないとは思う。いや、固めないといけないって言ってるけど。来ねえもんな。じゃあお前も遅い。本当によ。ゲストより遅く来やがって。そう、ゲストより遅かったもん。ゲスト来るって思わないことやでしたよね。一応ね、今回のテーマは将来の夢って話してたんですけれども、うん、いや、なかなかね、ちょっとそこの辺詳しく聞けなかったかな。そうだね。次はちゃんと小学校とかからアンケート取ってきます、うん、糸数は。結構気になるんで、個人的にも。で、そう、今の子だからね。うん。多分 YouTuber は2位とか3位とかじゃない？うん。初め社長あったし。あったんだ。あ、じゃない、あんな件があったから。ああ、そういうこと、ね。うん、はいはいはい。なんかちょっとランキング落ちてないかな、落ちてないかなって。まず、ちっちゃい子がそれを見て、ランキング落とすかね。確かにね。私も叩かれるみたいな。違うやつと、違うやつと、みたいな。いや、言わないけど。まあまあまあ。まあね、で、一応、来週のテーマ決まっております。はい。で、来週のテーマ、ね。もう優秀。そう、もう、でもこれも多分喋れるかな、みんな。喋ってほしいな。喋りましょう。はい。はい、じゃあ来週も一個かけていいですよ。来週もクリアになれなんか。あ、一個かけない。じゃあ来週のテーマですね。あなたのルーティーンです。ルーティーン。朝起きて何かするとかあるでしょ、ルーティーンって。あれって集中力を高めるためにやる動作でしたっけ？わかんない。でもなんかいつもやることを自分ルーティーンって言ってると思ってた。いつもやってるっていうか、まあうん。広い意味でね。広い意味でね。広い意味でね。そういう感じでやっていこうかなって思っております。はい。例えばそうだね。なんだろうね。朝起きたら、まず、関節の骨を鳴らすとか。朝起きたらログインボーナスでしょ。お前ゲーム脳だな、本当に。朝起きたらログインボーナス見てでしょ。はいはいはい、そこから始まるから、朝自分の。そうだね。はしごしないといけないから、ね。そう、はしごしないといけない。うんうん、結構いろいろあるからね。いろいろある。そこからね、結構 Twitter とか。見て、トワイス情報をまずゲットですよ。あ、出た、トワイス。トワイス。かわいいなって思ってね、そこでまた、インスタです、インスタ。結構、いろいろトワイス見ながら、楽しい朝を過ごしております、糸数は。まさかね、ルーティンがゲームボーナスって、ログインボーナスって。いや、ログインボーナス大事じゃん、でも。大事、大事、とっても大事。取り忘れちゃうからね。なあ。後でね。それな、あ、取り忘れたらもう終わりで。うん、もう嘆くしかない。嘆くな、俺も。はぁ、みたいな。
はい、あと1分で終わっちゃうんですけども、うん、なんかね、ゆうやが面白い話するって聞いたんだけどな、今日あれ前振り、うん、聞いてたよね、聞いてた聞いてた、今日遅刻したやつ、一番遅く来たやつが面白い話するっていう、そうそう、最後にね、うん、あの勝手に作るのやめてもらっていいですかねいや、そうしないとみんな来なくなるらしいから、だからね、うん、あとツイッターお願いしますね、フォロー、うん、ゆうやの恥ずかしい写真もアップするんで、はあだ名の方もね、あだ名の方も、あ、エコ入れとく、いいよエコやめなさいよこれめっちゃ俺苦笑なってんけやめなさいよで入りました、うん、エコーで喋る、うん、でもあと30分30秒しかないんではい、まあこんなグダグダな1時間だ、そうなんです、お帰国スタイルです、お帰国スタイルってちょっと出ると思います、カタカナでも、はい、お帰国は漢字でスタイルはカタカナか英語で、はい、あと5秒前出ます、はい、ゴー、というわけで本日もありがとうございます、バイバイ、アンニョン、また来週も、カムチャ、カムチャって言っちゃった、あっちだ、ありがとう、あの本当にごめんね、本当にごめん、よし俺行ってきます。